はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。ハチハチの大航海時代やっていきたいと思いますよ。とりあえずリズボン目指して次の航海に備えましょう。この辺に港があると今出たのかな。で、リスボンによってアフリカ目指しましょう。お、ちょっと待って、またなんかかな、これ。今、真っ昼間だね。あー、また味方か。まあ、味方がね、リスボンの周りにおるっていうのは。あ、それはいいのか。どちらかというと、あれか、ボルドの周りにおられたらたまったもんじゃないんだね。あ、いやいや、戦闘じゃないね。え、結構、リスボンね。さーてと、武器を買う前に補給しときましょうか。あー、その前にね、ちょっと待ってね、今人の人的損傷をちょっと見ようかなと思うんですけど、私の船しか人のダメージ食らってませんもんね。352人、そうだね、残り全部 OK なので、人は補充する必要ないね。なのですごいよね、全然人減らなくて相手の船沈めちゃうんだからね。沈めるというか、相手潰しちゃうんだからね。これ500人になった時ちょっと見物だもんね。で、水を71タル155タル、ほんと減り方が尋常じゃない。人数が多いからね。228タルで、D5 艇に88トリッシュを積んでおきましょうか。で、団地妻号に200かな。で、残りの分を武器しか積めないので、考えたらちょっとえげつないね。もう本当にこれ戦争するための船になっちゃったね。さあ、武器ね。52×0.65。33.8 ですね。34で550、満タンになりましたと。私お金持たなくていいかな。いや、お金持っていくべきだね。今何本あるか分かんないですけど、貯金を切り崩しましょう。引き出す。あー、全然2000しかお金持ってないんだね。それはまあ6万持っていきましょうか。結局ね、食料を買わないといけないんでね。で、密会してお姫さんにもうね、はい、何あげようかな。エメラルドなんか持ってたのね。あなたに差し上げましたと。まあ、なんて美しいんでしょう。ありがとうございますと。あなたにいつも感謝しています。私から父に援助をお願いします。お金いらないんですけど。神があなたを、この人も出れてきた。あー、でもね、出れるって言ったらやっぱ三国志13だよね。三国志13だったと思うんだけど、出れるって言ったのね。あ、そうだそうだ、出れてくんだね、確かね。そうそうそう、そうだったと思います。他なんか出れるのあったっけ。あ、あれか、太鼓石でも出れたっけ。そうだよね、やっぱね、武将が出れるのってやっぱいいですよね。女性が出れるっていうのもね、あれですけど、やっぱ武将が出れるのがね、私おかしいのかな。というような感じしますけど。さあ、これでじゃあ出ていきますね。じゃあこれで、アフリカ周り行きましょう。ジェノバ行くときはアルギンに行ってからジェノバに、わざわざアルギンまで行ってからジェノバ行くようにしましょうかね。これうちの ペドロさんでしょ。あ、今度はルキアンさんか。はい、いいですよと。じゃあ、一応、スペインにちょっかい出しながら行きましょう。あ、そうだ、酒場やるの忘れたね。あ、そうだ。あ、あの人クビにしないといけないよね。一応ね、こうしときましょう。で、セビリア喧嘩を打って、いたぞ、何かいるぞ。おい、ちょっと待って待って。ち
調査して、ああうちのなんでそんなとこいんの。敵ね、敵だと思っちゃったね。ちょっと待って、やり合ってんだ。1番目、ああえ3隻しかいないの。あちょっと待って、あら調査次は2隻目だね。イスパニア商船隊、あペドロールカラク4隻。ちょっと待ってね、私ここでちょっかい出せんのかな。おちょっと待って、これは、ああ商船隊だね。あもう戦闘終わったの。じゃあおこぼれいただきましょうか。あちょうどいいとこで、あ日没だから、日没前だからね、もうやっとかないと。はい、はい、金貨と積みに置いてきて、そうすればと。もうこのセリフ言われるのが慣れちゃいましたね。あ、直接来ましたね。いきなり21人減ったね。敵さん何人減ったの ?4 号艇。何人減ったんだろうね。ちょっとわかんなかったんですけど。21人も減らされたって言ったら、あ、4号艇人減ってるし。じゃあ、私はどうしましょうかね。これ、うわぁ、ここ。浅瀬かなんかなのかな。あ、まあ仕方ないんで切り込んじゃいましょうか。4号艇ね、どっちが58人から何人減るか。ああ、32人減らしましたね。あ、こっちは大して減ってないね、今回は。ああ、これ、あれか、切り込みって、攻めた方が有利なのか、やられる側よりも。そういう感じしましたね。で、これはもうお決まりの、あら、あ射程距離出ちゃったか、しまったね。はい、はい、これでおしまいと。で私は結局この浅瀬みたいなとこはちょっと辛いんだね。で、こっちは、あんまり切り込みしたくないんだけどね。仕方ないね。で、4号艇。これはここで撃った方がいいね。で、5号艇。やっぱ10ガリオンってあれだね。おお、すごい！カラクだね、あれ。ここは皆さんカラクだっけ？おお、4号艇ガンガン攻められてんね。どうしよう、一隻沈めちゃおうかな。ああ一隻沈めちゃおっか。どっちがいいかな。ああもうこれ3号艇だね。2号艇は切り込んじゃおう。で2号艇は切り込んじゃおっかね。はい、これで OK で、で3号艇はあ、もう1号艇しか残ってないんだね。ほい、これで、撃っちゃおう。で、4号艇。行けるとこないね。で、5号艇。なるべく撃ちたいね。撃ちたいので、これで。はい。はい、さ、そんなバカなーと。はい。あー、しまったお金また持ってんだった、私。あ、セナさん上がりましたね。うわー、12,900も入っちゃった。あ、お金満タンあるのにね。しまったね。お金満タン持ってくんじゃなかったわ。あ、またピメントあるね。とりあえず私、この船は水専用で。んで、次 B 号艇だね。B 号艇も水詰めるだけ積んでいきましょう。あ、次はでもそろそろ食料も積まないといけないね。なるべく均等に。あ、でも食料少ないね。っ
敵さん食料少なかったんだね。積めるかな、まあ、これは水にしときましょうか。食料積んじゃったね。しまった。ピメント欲しいんですけどね。ピメントも欲しいんですけども、あ、まだ金積んでんのかこの船。あら、金売り切ってなかったんだ。しまった。あちゃー、いっぺんリスボン戻るか。金持ったままちょっとピメント積みましょうか。金持ったままね、正直金持ったまま、いやちょっと待ってね、金持ったままアフリカ行きたくないですね。あ、もう一回リスボン戻りましょうか。ちょっと焦りましたね。ほんで、あのミゲルさんクビにしちゃいましょう。うん、そんな感じでいきましょうか。はい、ちょっとちゃんとね、荷物もさばいて、貯金もしてと。よし、じゃあもう一度リスボン戻りましょう。で、ちょっと酒場で彼でしたっけ、ルキアーノさん、いや違う違う、私のあの町人の彼の情報もちょっと掴んで、セビリア方面来ましたけどね。修繕しなくていいかな、した方がいいのかな。修繕によってちょっと時間も経つんだけど、上陸ね。はい、あそこにね、さっきのペドロさんもう消えちゃうんですよね。はい、2ね、1ね、いいね。なんかね、めちゃくちゃ強くなった気がしますよ。あ、なんかコースが変わってる。よいしょ。なんかね、ガレオンちょっと変えただけなのに、なんかすごく総合力上がった気がするのは気のせいかな。でもすごく速度は遅い気がするね。まあ、ジューガリオン自体があれか。お、まあまあ、あれは味方でしょうね。あ、速度。お、なんだ、いっぱい来たぞ。はい、あ、ポルトガルね。4隻しかいない。はい、他見ましょう。あ、ラモン提督。あ、海賊ですでアリアにはならなかったか。はい、リスボン寄りましょう。あ、クラブさん、効果レベル上がった。あー、どうする？ジューガレオンしちゃう？五隻とも。もうそうなったらね、そうなったらもう他の人のレベルを上げることしないことになっちゃうんだけどね。あー、悩ましいね。すごく悩ましいです。それはでも、あれか、ちょっともったいないっちゃもったいないか。ここでまず調整しないといけないことは、あ、全部荷物さばくから、お金が不要なんだけど、はい、乗組員をね一回集めましょう。はい、63人。あ、こっちじゃない、あ、ゼロにしちゃった。150の150の120の150ですね。で、個人残り290か。あらららら、これもう一発集めないといけないね。はいはい、63人、359人ね。はい、で、仲間に誘いません。で、仲間と別れる。あ、ミゲルさん。はい、ミゲルさん、首ね。はい。すごい有能な人なんですけどね。有能な人ですけど、もう今回、もう反りが合わないで首にします。はい、そうですよ。あんたの船で、おー、よかった。黙ってても、カモがネギショーってやってくるわ。はい。
あれだ、あなたの方にやって、よし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 。帰り討ちにしますよ、もうね。で、次は、あ、そうだ。貯金でね、預けないと。何本預けましょうね。5万7000でしょ。3万ぐらい預けていいかな。で、お姫さん。はい。はい。あなたが会いに来てくれた日よ。この街にしよう。わ、めっちゃ照れてるわ。一刻も早くあなたの親しい身分になってみた。身分がいるんだね。はい。そうだ、行こうって言った指をあなたに差し上げましょう。まあ、あなたは少しいいでしょう。ありがとうございます。ほんとなんかね、いい感じです。もうドロドロしてね、もう思惑が。じゃあ次何すんのと。ここで、売らないといけませんね。金を売らないと。あ、ピメン、おお、66。はい。まだなんか売れますか？あとなんか、ピメント持ってる船、もう一隻あったような気がしたんだけど。あ、これ売らないといけないね。うわぁ。またまだあるわ、お金。はははははは。はい。はい、預けましょう。はい、6万預けて。で、もう一回、商品を売る。はい、金を。そんな金持ってたんだね、私。もう一番最低のね、金額ですけど、もう、全然、いや、100万超えちゃったね。あー、金、これ、金で本当、一台築けるね。商品売りましょう。もう、レート通り、もう、最低レートで売っても利益出るからね。リアルもこんなんだったらいいんだけどね。え、何？あ、預けましょう。6万ね。もう何回か来ないといけないね、これね。商品を売る。で、はい。120。まだあるもんね。で、はい。はい、預ける。で、6万でいいんじゃないのかな。で、これで最後、売るで、で、25。で、売る。もうあと、あれしかないよね。あ、ピメントがあった。こっちだったね。あと、武器なので、で、あと、その前に、こっちで、呼吸ね、水。で、71の、55の1000は積まないといけないもんね。50にしましょうか。あと食料ね。58タル。で、150タル。で、残りを武器に回しましょうか。商品を買うね。で、計算が、武器が、56の30、525、32.5 だから33だね。あ、337しか買えないか。これでお金が一切なくなったので。で、これちょっと、下ろしに行きましょうか。で、引き出しましょうか。あ、3000だけ余ってんのね、今ね、私ね。2万。だから1万、あ、2、うん、1万5000持っていきましょうか。これで、あとは襲ってっていう感じにしたいですね。さあ、じゃあ出航しましょう。はいと。で、ちょっと船を変えましょうか。船というか船長を変えましょうか。で、司令ね。で、人事。上官。あ、上官じゃない。ごめんなさい。船長。今んとこね、アムルさん十分強いからアムルさん外しましょうか。うん、アムルさん外して、バルボアさんにしましょうか。で、これで、嬉しいのはクライホさんがね、
クライホさんが10超えたことね。クライホさん10超えたでしょ。となるんで、で、バルボさん。バルボさんちょっと、あれが、中性度悪かったと思うので、ああ、でもまあ悪くない人だね、この人ね。なので、この人を、あれ?バルボさん、あなた今乗ってるよね、船に。あ、畠山号ね。で、これで、人事で上官だね。で、総評後は私で、畠山さんをフェルナンドさん。で、高政を、あ、なんか呼び捨てしちゃった。で、クライフさんで、D 号がバルボアさんの、ダンチズマ号にセランさんだね。で、あの人、中性度悪いんで、ちょっと、処分じゃ、あ、処分?あ、養生解雇できるんだ。分配。で、バルボさん。で、分け前999で。あ、この人とこの人違うのか?顔似てるけど。今この公開してくれてるとバルボさんの顔がね、すごく似てるなと思ったんですけど、ちょっと違いますね。で、もう一度上げましょうか、分配で。バルボさん、ソリスさんもね、いずれという感じで。ああ、ちょっと髪型と若干雰囲気が違うね。はい。さあ、あとはこれで中性度が戻ってくるかどうかですけども、まあ、この辺で一度終わっておきましょう。88の大公開で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。